バート・フリードリヒス・ハル。バート・フリードリヒス・ハルは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す軍所属し、この都市は、それぞれコッハー川、ヤクスト川が、ネッカー川に注ぐ。いずれも、川口の町であるコヒエンドルフとヤクストフェルトが、1934年に合併して、創設された。1935年、1972年、 1975年にも、それぞれ合併を行い、地域を広げた。この町は1951年に、都市圏を獲得した。バート・フリードリヒス・ハルは、ヤクスト川及びコッハー川が、ネッカー川に注ぐ河口に位置している。バート・フリードリヒス・ハルに隣接する、市町村は、南から時計回りに、ネッカーズルム、ウンター・アイゼスハイム、バート・ビンプフェン、オフフェナウ、 グンデルスハイム、ノイデナウ、ノイエンシュタットアムコッハー、エートハイムで、いずれもハイルブロン群に属す。バートフリードリヒスハルは、エートハイム、オフフェナウと、行政共同体を形成している。バートフリードリヒスハルは、コヒエンドルフ、ヤクストフェルト、ハーゲンバッハ、ドッテンベルク、ウンターグリーズハイム、プラッテンバルトの格宿からなる。バートフリードリヒスハルは、 1934年と1935年に、コヒエンドルフ、ヤクストフェルト及び、ハーゲンバッハが合併して成立した。フリードリヒスハルという名は、ビュルテンベルクをフリードリヒ一世が1818 18年に、ヤクストフェルトに設けた、聖延書に由来する。コッハー川が、ネッカー川に注ぐ、河口近くに張り出した丘の上に、フランク人が、後に、 水木に拡大される領主館を築き、その周辺に村を開いたのが起源である。コヒエンドルフは817年に初めて文献上で研究される。自営協会のゼバスティアン協会はおそらく1100年にはすでに建てられていたと考えられている。1200年頃、コヒエンドルフは城壁に囲まれていた。13世紀に地元豪族のコヒエンドルフ家が インプフェンのシュタウフェン家の陪身となった。15世紀には、グレッケン家が帝国霊園として、コヒエンドルフを治めた。彼らは16世紀から17世紀に、全部で3つの城を築いた。1670年に3イコールアンドレシャクが、経済危機に陥ったグレッケン家から、村の一部を譲り受け、1710年に、グレッケン家の下の城の代わりに新しい城を築いた。 コヒエンドルフは、この他にも、旧、コヒエンドルフ家の所領の一部が、オーデンバルト騎士関東運の館長所在地になり、1762年に、グレッケン家の城は、現在は残されていないが、大きな騎士宿泊所に改修された。1806年に、コヒエンドルフは、独立した自治体として、ビュルテンベルク王国に編入された。1899年に、 コヒエンドルフにハイルブロン・エン a ョの声援書が開設された。1934年にコヒエンドルフはヤクストフェルトと合併しバート・フリードリヒス・ハルが成立した。ドゥッケンベルクで紀元前8世紀の入植地跡が発見された。ローマ人もこの地に入植地を築いた。後に城が築かれた付近は大農場で、西暦150年頃までは領内を ネッカイコールオーデンバルトリメスが伸びていた。二百六十年頃にアレマン人がこの地を征服するとシェルツリンゲンという集落が作られるが、これは後に放棄された。ドゥッケンベルクは六百年頃にフランク人が築いた村で七百七十八年に初めて文献に登場する。ドゥッケンベルクの教会は極めて早い時期に成立し、後にオフェナウ、バヒエナウ、 ハーゲンバッハ、ホイヒリンゲンの教会の母体組織となった。この教会は、1302年に、初めて文献で研究されている。中世になると、ズッテンベルクに城が築かれ、14世紀には、バインスベルク家がここに住んだ。その後、この城は、ハーゲンバッハ家を経て、ビトリンゲン家の所有となった。1460年には、ジッキンゲン家が城壁を築いた。 城の防衛施設は後に撤去され、付属施設が建設されるにつれ、城塞から領主間の性格が強い城間へと変貌していった。1688年にドイツ騎士団が領主間を獲得したが、1769年以降は指定となっている。中世後期には村外れのローマ人の宗教施設後に十字架礼拝堂が建設された。1730年に 中世の村の教会堂は消失したものと思われる。この跡地に1734年、ネッカーズルムの建築家、ゲオルク・フィリップ・ベンガーがバロック様式の聖キリアン教会を建設した。ドッテンベルクは1806年にビュルテンベルク王国領となり、1972年にバート・フリードリヒスハル氏に編入された。ウンター・グリスハイムは767年の ドルシュ文書で初めて言及されている。この村はおそらくフランク時代の5世紀頃に創設された。初めて言及された時のグレオツイスハイムという名は創設者のグレオツあるいはグレオクスと関連している。創設当初から中世世紀までこの村は隣接する2つの集落、ウンターグリースハイムとオーバーグリースハイムからなっていた。ウンターグリースハイムの オーバードルフ、墓地付近から、フランク人の宮殿跡が発見された。その近くには、やはり早い時期に教会が創設された。この教会は、中世世紀にティーフェンバッハやヘシストベルクの、さらに後には、ハーゲンバッハやホイヒリンゲンの母体教会となった。1136年、コムベルク修道院がこの村の一部を手に入れた。教会は、バインス・ベルク領。 1446年からは、ライン級中白領に残された、帝国教会となった。1532年、原民元家がこの村のコムベルク領部分を獲得した。1806年に、ウンターグリースハイムは、ビュルテンベルク王国領となった。1840年に、先霊者ヨハネに献じられた、現在の聖ヨハネス・バプティスタ教会が、 オーバードルフ下流域に新しく建設された。それまでの墓地に面した中世教会は1845年に解体された。1860年に村役場兼学校が建てられ、1870年頃には村の鉄道駅が建設された。1975年にウンターグリースハイムはバートフリードリヒスハルに編入された。1944年の初め、 ナチス親衛隊はナッツバイラー強制収容所の外部施設をコヒエンドルフ地区に建設した。収監者たちは国営企業の岩塩採掘の仕事をしいられた。この労働と後のダッハウ強制収容所への死の更新で400人以上の収監者が命を落とした。1951年6月17日にバート・フリードリヒスハルは死に昇格した。 1972年3月15日に、ドゥッテンベルクが、1975年1月1日に、ウンター・グリースハイムが合併した。1992年から1998年までに、プラッテンバルト地区が新設された。バート・フリードリヒス・ハルの市議会は29人の議員から、なる。これに議長を務める市長が加わる。ウンター・グリースハイム、ドゥッテンベルク。 プラッテン・マルトにはそれぞれ畜議会がある。左右に分割。向かって、左は銀樹で三本の青い波体の上に、銀のリングと黒い十字架がついた青い帝国帽子。向かって、右は青地に、後足で直立した銀の馬。旗は、青から白。バート・フリードリヒス・ハルは、1936年12月1日に、シトビュルテンベルク王国領の文書部門と協議し、 紋章を決めた。この紋章は、かつてのヤクストフェルトの紋章である、帝国帽子とコヒエンルフの紋章である馬からできている。三本の波帯は、三本の川、ネッカー川、ヤクスト川、コッハー川を象徴している。旗の色、青から白は1951年に定められた。死の紋章と旗は1963年3月4日に、 バーデンイコール、ビュルテンベルク州内務省の認可を得た。バートフリードリヒスハルイコールヤクストフェルト駅は、重要な乗り継ぎ駅で、1869年から1920年までは、バーデン大公国国営鉄道と、ビュルテンベルク王国国営鉄道が乗り入れる国境の駅でもあった。現在も、長く作られたホームにその後を伺うことができる。両対戦艦までは、 この中央に検問所が設けられていた。ヤクストフェルト駅で、エルゼン鉄道及びネッカータール鉄道、ハイデルベルクから、それぞれジンスハイム、またはモースバッフハを経由するは、シュトットガルドからビュルツブルグへの噴検鉄道に接続する。これに加えて1993年までは、オールンベルクまでの運転レコッハータール鉄道が分岐していた。コヒエンドルフと。 ウンターグリースハイムには、フランケン鉄道の駅側、通勤列車のみが停車する停車場がある。同じ路線のルッテンベルクイコール、オーバーグリースハイム停車場は1971年に閉鎖された。公共近郊交通は、ハイルブロニイコールホーエンローへイコール、春交通連盟に加盟している。連邦道、B27 号、ブラッケンブルク、ハルツ・シャフハウゼン線が市内を通って、 連邦アウトバーン A6 号線に接続している。ずッとベストドイチャソウルツワーカー AG は、1899年から1994年まで、創業していたコヒヒエンドルーフの製塩企業で、バートフリードリヒスハルト、ネッカーズルムに、約1200万メートルモノクードを作り出した。1910年に採掘工は、明治田王の名にちなみ系にヒビルヘルム E、ビルヘルムにせようと名付けられた。 1984年に地下で 3.7km 離れた同じ企業が所有するハイルブロンの施設に到達し、撤収の作業段階に入った。1994年から2015年までの計画で行道後の空洞に瓦礫や特殊ゴミを埋めている。見学用の行道が用意され、1920年代に作られた地下の丸天井のホールなどを見学することができる。 リチャード・ヘングステンバーグ GMBH&COKG はコヒエンドルフで保存用食品の製造を行っている。1953年にバート・フリードリヒス・ハルで創立された企業ホネル・ブーロン・ドラガー・シストムはビーゼント・ハイトやスイスのアルトシュテッテンに分工場を持ち世界各地に営業展開している自動管理機能を備えた倉庫システムの会社である。 バート・フリードリヒス・ハルで、歯車の製造を行っているザーン・ラットファブリック、ホネルは、同じ企業グループに属している。バート・フリードリヒス・ハルでのニュースは、日韓紙ハイレブロナー・シュティマの北、中部版や、行政広報誌、フリードリックス・ホラー・ランドブリックに掲載される。フリードリヒ・ホン・アルベルティ・ギムナジウムやオット・オクレナート、実業中等学校のほか、基礎家庭、 本家庭の学校が存在する。また、私立図書館も利用できる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。